アイアムコランダ、オールドジェネレーション、どうもコランティーノです。今回の動画はね、コランティーノ直近の3本の動画でポケモンの進化方策を上げてきたと思うんですけども、その時はね、ポチモと TKB とモドリです、まあ、メンバーのね3人が絵を見て感想を言っていたわけですけども、永田もやってほしいというメンバー内の声があって、ちょっと今回、僕の方から軽く考察というか感想というか述べていきたいと思います。それではレッツコランダ。じゃあまずは草タイプのモドリウス君のエスコラにていきたいと思います。ナーベル・サバルガーということで、尻尾はね、まあ、サーベル系の尻尾をしていて、それが武器という、結構ね発想的なの面白いと思いましたね。固有技とかタイプとかも結構いい感じだなって思ってるし、強いなとも思いましたし、ね、これ実際本当に草鋼で入ってきたらね、結構対策とか必要じゃないんじゃないかなっていう感じの印象を受けましたね。ただ進化前でね、多分集中しすぎてね、進化後の画力が崩壊してるというか、ね、あんまり特徴なくてね、なんか地味な印象を受けましたね。ちょっと考察だけじゃなくて、ちょっとイラストの方も頑張ってほしいなってちょっと個人的に思いました。で、次はポチモさん、ニャプランとやつで、なんかシューク、ちょっと調べたんですけど、なんか中国の幻獣みたいなやつで、ちょっと目の付けどころは面白いなと思ったんですけど、ただ今回のね、なんかポケモンの舞台のモチーフがスペインなんで、ちょっとなんかそこら辺やっぱり結構ね、作品見てると関わってくる部分があるんで、ね、ちょっと中華は違うんじゃないかなって個人的に思いましたね。で、あとプロレスラーかもっていう、まあ違ったんですけど、プロレスラーの印象は、まあまちゃまちゃが多分ね、僕たちの世代のね、トレンドだったんで、多分まちゃまちゃ知ってる人はこれ見たらプロレスラーって感じると思いますね。その次はガオウォーレン。こいつはね、ただやばいですね。で、こいつやばいっていうのは、まあ、ガオーレンもやばいんですけど、TKB のことを言ってますね。というのも、まあ、8文字って考えてた時点でちょっと気持ち悪いなって思いますし、あと、アロマセラピーを特性に持ってくるあたりもね、キモいなと思いましたね。あとは、まあ、今回のね、TKB さんのね、イラストも、全体的にめちゃめちゃ好みで、すごい。アーティスティックな一面を感じ取れるいい作品だと思いました。はい、次は、ペヤングさん。なんか今回ペヤングさんめちゃくちゃ全体的に仕上がってきていい作品だと思いましたね。なんか今回ね、唯一の二足歩行、実はね、僕もね二足歩行やりたいなと思って結局四足歩行にしちゃってるんですけど、いやちょっとなんというかやられたな感はありましたね。で、あと結構なんかデザインもいいし、カラカルモチーフとか結構いい趣味してるなって思いましたね。ただあれですね、スカイスキンとかちょっとなんというか気持ち悪いなって思いましたね。なんで草タンタイプでスカイスキンなんだろう。次は僕が描いたニャブロッサですね。で、まあ、こいつはね結構なんというか補助系のポケモンとして、ね、イメージして作ってたわけですけども、まあ、よくよく考えてみたらコノハ隠しとかね、こういう技これ使ったところで草タンタイプだったらあんま強くねえんじゃねえかってちょっと応援始めましたね。まあただこいつね、バトンタッチとか覚えるつもりなんで、上手に使えばもしかしたら相手かき乱せるかもしれない。で、うん、TKB のね、尻尾の鼻とも同じ感じだったんですけどね。ね、なんか一緒にしてほしくないなって思いましたね。で、あとなんかポチモさんになんで尻尾ふわふわなのになんかツタみたいになったんだって話なんですけども、うん。なんか変わってた方は面白いじゃないですか。はい。特になんか、そこにこだわりはありませんでした。ただそっちの方がスタイリッシュで、ね、ニャブロースになってると思っただけです。はい、次は水タイプ見ていきたいと思います。モドリゲス君の作品でラスプワス・エドバードってことで、ね、やっぱり要素少ないせいかね、なんか簡素というか単調というかつまらないというか質素な絵になってますね。ただ結構なんか水格闘ってセンスあるなって思いましたし、やっぱり僕も後からね作品で分かるんですけど、海賊モチーフというかエドワード・ピーチいい線いってるなって。やっぱ、ね、スペインってなんか海賊結構有名らしいんで、そこら辺目つけるのはねセンスあるなって思いました。次はポチモさんの作品グンパゴス、海軍とガラパゴス諸島、まさかのねポチモさんとモドリゲスさん敵対している海軍と海賊、船長と中将で、なんで中将っていうね地味な、いや強いですけど地味なところにしたんでしょうかね。でも600族とかが大将とかになるって考えたら、まあいい落としどころだと思いますね。でね、あとちょっと気になったのが帽子とか体に、怒りのマーク、体すごいね個人的にねいいなというか、そこに目付けるんだと思ったんですけど、帽子ちょっと模様好きでなっていう、なんか昔のポケモンカイリキーとかの、ね、パンツが模様っていうのがあったんです。
なんかそれ以降模様らしい模様がねあんまないというかほぼほぼない状態なんですよ。そこでちょっとねここまで模様模様してる模様ってなんかちょっとちゃうな個人的には思いましたね。で綺麗好き要素の、ね、夢特性 5S ってやつなんですけども、多分これあんま考えずにポジモさんが言いたかっただけでしょうね。その結果なんか、ね、水はわねのくせに毒にこうって気持ち悪いことになってたんで、やりたいが先行してね結果がね失敗してるっていうポジモさんがありがちなミスですねこれ。で次です、次これね今回の考察で僕が一番好きなポケモンのワレーサギ、これ DKB さんの考えたワレーサギなんですけども、これめちゃくちゃね芸術的すぎるんですよね。あとリーゼントのとかね色濡れてない部分とか、ね、動画を見てくれて分かるんですけど、透過していて、ね、後ろのねポチモさんの髪とかが、ね、こうチラ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 被るところとかねもうめちゃくちゃ美しいです。でまあいろいろあるんですけども、まあブレイブバードできないっていうくだり、ね、ブレイブ勇敢はあるけど反動には耐えきれないと、足も首も細いから反動に耐えきれないっていう見た目に伴ってる実力というか、あとね髪の毛の水色の頭の上に乗ってるやつを髪の毛にするっていう DKB さんだけやってるんですけど、実はね僕も最初ねその考えがもう一つあったんでね、なんかちょっと目の付けどころいいなというかいいと思いましたね。あとあれっすね、サングラスのねセンスありますねこれ、次はペヤングさんですね。クエリート賢者校ということで、エリート賢者です。なんかこれね本当に周りとね逆張りというか、ね、違う考え方でなんか見ていてすごい面白いなと思いましたしね。なんか実際なんかストレートにいかない感じ最近ありがちなのでめちゃめちゃいいなと思いました、ね、なんかちょっと僕じゃ考えられない路線ですごいいいと思いました本当に。あとね固有技とかね夢属性とかねなんかちょっと癖強めの感じでねやっぱあれですね個性が出ますね。はい、次は、僕の、ね、ポケモングアウニルです。でね、グアウニルをグングニルから取ってるとか言われてたんですけども、実はねあの海賊って英語で、まあ、パイレスって言うんですけど、それ以外にバッカニアっていう英語で言うらしくて、それを僕はねあの Google 翻訳でこの翻訳の音声をした時に出てきた言葉がバカニウルって聞こえたんですよ。でそれに鳥のグワグワを取ってグアウニル名前つけたんですけども、空耳だったしグングニルもなんならねなんかすごいしっくりきたんで、これはグングニルから取ったってことにしておきます。でねタイプ水アクってね TKB さんと被ったんですけど、ちょっと一緒にしてほしくないですよね。これ見た目も二足歩行というかねスリムな感じ、あんま一緒にしてほしくないですねこれ。でなんか前髪ちょろん出てる剣なんですけどもね、なんかそれやりたい気持ちめっちゃわかりますしね、なんか絵としてね良くなるんでね、ポチモさんと被ってるのがなかなか納得というか、むしろあれですよね、クワッスの時点で前髪ちょっと上がり気味でいってるんで、別にそれは前髪出るだろうと考えて全然半分ぐらいいてもむしろおかしくないと思いましたね。であと特性ノーガードとかこういう技起きての剣で能力ランク無視した攻撃とかっていうのは、これ海賊の起きてっていうね、どちらか一方が死ぬまで店員同士で戦って卑怯なことをせずに戦うっていう、ね、海賊の中のかっこいい部分を、ね、取りたくてねこうやりました。でまあね水アクっていうのはまあ海賊なんで水アクっていう。でこれ進化前のねグアウリ、これなんか微妙じゃねっていうか変わってるなっていう話だったんですけど、結構最近のポケモンって最初の進化結構変わってるんですよ。サルノリだったらバチンキーとか、あとヒバニーだったら何でしたっけ、まあ、アイツとか2段階の、結構なんか一回なんかやる気なくすとか地止めとか目つき悪くなるとか、そこからかっこよくなっていく的な感じが最近のポケモンのね進化のイメージだったんで、結構違うって思われてますけど結構僕的には素直に従った感じなんですよね。はい、じゃあ次は青リンゴさんですね。青リンゴさんはシンプルになんか強えですね。これあと名前はセンスいいと思いました。はい、でね考察予想水タイプはモチーフ全員バラバラってこう面白いことになりましたけどね。ただねもともとカモがモチーフのポケモンなのになんか泳ぎそうな感じがね一人もいなかったっていうのはちょっとね、なんというか東大元暮らしというか、まあ、そんなねなんか素直に進化するわけでもないでしょうけども、やっぱ一人ぐらいいるもんだとは思ってましたね。は
い、最後にこのタイプ、モドリゲスの角刈りポケモン、グッキータ角刈りだからですね。これは、シンプルにふざけてますね。ただね、多分一番筆乗ってると思いますし、あと、なんといっても覚える技の角刈りっていうの、こいつのためにね、準備してきた技なんじゃないかって思うぐらい、しっくりくる技でしたね。いいですね。モドリゲスさんの絵で一番好きでした。多分、角刈りの中も描き慣れてるのもあって、よく見えるんでしょうね。次は、ボチモさんのボルゲータ。これ結構実はね、僕めちゃくちゃ好きで、この鼻から口にかけてのこのライン、これ美しすぎるんですよ。あとこのなんというか寸胴型のどっしりしたタイプ、あとこの首根っこから生えてくるし、これ結構美しいラインもう分かるんかな。いやーすごいね、なんかフィギュア化した時にも多分後ろから見てもすごい綺麗なデザインだなって思いましたね。ただあの頭の短冊みたいな、ピトチーネみたいなやつと、あと肘のエルボーの部分のなんか申し訳ない程度噴出口みたいなやつはちょっと嫌いですね。いやでも火山とか結構いいと思いますね、力士とか。でまあね、結構ね、このタイプの御三家こういうタイプで炎をね格闘になるかなって思ったら、まさかの炎だったね。多分ポチモさん的に裏を描いたつもりなんだと思うんですけど、これめちゃくちゃ弱くなってますよね。でなんかね、思考風味とかね、だいぶ使いづらそうなね感じもあってね、多分これもねポチモさんのやりたいことを先行して、結果的にね失敗する方向に出る節ありますよね。あとモエリ、これいいっすよね。一回サナギになる、これはねちょっとありそうですね。ただ炎を腐って最初の進化でそこだけ違うタイプになる、これはちょっとトリッキーな考え方ですね。次はホゲッタブルですね。こいつ目星だったり、お腹の先っぽが岩だったり、タトゥーだったり、絶対ないですね、はい、ただこれ出てきたら絶対僕は選びます。で、あと、なんか、夢特性鋭い牙って、ね、持ち物を夢特性にキモいなって思いましたね。で、あと、今回のこのタイプの予想で、四足歩行って言ってた GKB だけで、まあ、四足歩行ないなって思いますね。この今までずっと二足歩行だと、ここで変えるわけはないと思うんで、まあ、TKB さんは 100% ないです。はい。次はフェアングさんです。で、これね、見た目というかモチーフからね、名前の持ってきた方まで、何から何までめちゃめちゃ似ててびっくりしました。なんかここまで似てると本当にこうなんじゃないかって思い始めますよね。ただちょっとかっこよさが出てないのがね、ちょっと惜しいところですね。やっぱどっかポケモンってかっこ悪いというか、ダサさの中のかっこよさっていう部分がありますよね。ちょっともうちょっとね、あとブラ取れかけているのとかちょっとね、ダサさを加速させてますよね。ただ、ヤングさんが考えているワニが悪くなるのはもう悪気悪系統でやってるのでないかもしれないけど、やったっていう、この考えめちゃくちゃわかりました。ただ僕もあえてそうしました。ということで次は僕の作品ですが、コラエータ、アバレータ、本当になんか考え方めっちゃ一緒で恥ずかしいですね。でまずコラエータ、最初の進化の方なんですけども、まあ、これはあれですね、爬虫類特有の脱皮っていうね特性を書いているんですけども、鼻の先っぽとかね、全体的になんか色がくすんでいるやつがあって、まあ、それがあれですよね、進化前の皮があって、でそこからなんか背びれとか飛び出ようとしている部分、これあれですよね、成長して大きくなっていて昔の皮が破れているよと、そこを黄色いバンドエールで押さえつけてるよっていう感じですね。結構強いポケモンになりがちのあれですね、サナギポケモンでパワーを貯めて進化で強くなるっていうあれですね。あとあれですよ、コライターの頭はあれタケコプターかタケコプターじゃないか問題ありますけど、あれはタケコプターです。で次は進化後のアバレーター、ちょっと炎電気なんか変わったことしたくて、変わったことできそうなポケモンが今回ホゲータだったんで、まあ、黄色をね電気って思って、でモチーフのスピノサウルスっていうのね、これなんか今回の舞台のスペインの方でいた恐竜みたいな感じで、もう一個のモレラ・ドン・ベルトラニーっていう恐竜もなんかスペインのような話を聞きましたね。であとね、火山雷についてなんですけども、なんかどういうダメージ計算するかっていうか、どういうタイプなんかって話なんですけど、あれあのネットでフライングプレスの炎電気版で作りたいなって思って調べた時の、そのフライングプレスの説明文が、格闘がタイプで効果で飛行も組み合わせるっていう説明だったんで、まあ、それ丸々コピペしたんですけど、まあ、結果的にはまあタイプは炎と電気の複合技ですね。で次、
角刈りの中尾くんの描いたポケモンなんですけども、炎ドラゴン、この斬新な考え方素晴らしいですね。あ、名前ホーリューって言うんだ、うん、強いね、シンプルに。あと誰も考えてたけどやらなかったドラゴンタイプ入れてくるあたり、大穴というか羽もつけるあたりもすごい。それがあるだけでね、予想優勝するっていう時点で、この考察勝負というねところにおいては多分こいつめちゃくちゃ頭いいですね。はい、で次ドラゴン川崎、こいつは俺ずっと敵対してますけど、やっぱうまいですね。こいつのうまいところって目につくところをこだわって描くっていうか、なんかね手の抜き方がすっごい上手なんですよ。いやあとだんだん退化してくるのがね、ちょっとムカつきますね。あと干支についてなんですけど、こいつまあヘビ、これ入れてくるのまあ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 そうだろうなって思ったんですけど、実は僕も恐竜もこれ爬虫類でヘビの一種っていうことで、一応ね僕も干支を考えてはいましたっていうことだけ言っておきます。こいつ本当にうまいです。しかもなんか制作時間も結構短いらしくて結構ムカつきますし、あと尻尾のとこのひらひらのやつが漢字の火みたいになってるとことかちょっと腹立ちますよね。名前ヘビカイマンは、ね、ダサいと思いました。めっちゃ長くなりましたけど、今回はこれぐらいで永田から見たコロナ TV 考察を終わりたいと思います。それではまたね。